はい、おはようございました。お元気でしたか？今日はね、ちょっと街中に出てみようかなと思ってます。大街道にある豚骨ホタテ、ホタテ豚骨ラーメン、どっちやに行ってみようかなと思います。もう吸い取ったらええね。吸い取ることを祈りつつ、行列でないことを祈りつつ向かってますが、さあどうでしょうか。はい、一生さんで豚骨ホタテラーメンブラックというのをいただいてきました。なんかね、普通の豚骨は普通の豚骨ホタテは普通やけど、なんか他にブラックとレッドいうのがあって、ブラックはいろいろな貝をこうまた混ぜて、でなんかまあ油を足してちょっと黒っぽくして、でレッドはもう色の通り辛いっていう風な説明がありましたね。あの豚骨の苦手な人でも独特の嫌なこう臭みというかね、そういうのは全然なかった。食べやすかったですね。非常に食べやすかった、うん、確かにホタテなんだろうけど貝のエキス、貝の出汁がよう効いてましたね。味は濃いめですね、うん、結構味はかなり濃いめです。濃いめが好きな私にとってはちょうどよかった。なんかすごいこう構えていったんやけど、こう行列やったらもうどうしよう、自分で待てるのは5人までかなとか思いながら構えていったけど、狙ってた通り普段の日やったら、開店直後ぐらいやったら比較的空いてましたね。よかった。そこはね。普段の日にね、土日は避けてね、普段の日、いうのはいいね。なんせ今俺、フリーマンやから、出た、フリーマン。とはいえ、これ繁華街なんで、おそらく11時半を過ぎたら、この近辺で勤められてる方たちが、昼食の時間になるので、その時間帯はかなりおそらく、混むかなっていう気はします。印象に残ったんがメンマが甘かった、甘いメンマでしたね。あれはあれでありやなというふうに思いましたよ、うん、なんかメンマってちょっとしょっぱいか、そんなイメージがあったんやけど、ちょっと甘めでしたね。あれは良かった、珍しかった、美味しかった、うん、で途中で味変えてやろうと思って、ニンニクをねドバッて入れたんやけど、味変わりましたね。まあこれ好みやね、もうあくまでも好み。ニンニクの好きな人はもう入れたらええと思うし、ニンニ
く入れたらやっぱりね、ニンニクの味が強烈になるので、きつくなるので、ちょっとそれを好まない方は入れない方がいいし、人に合うような方はね、まあ入れないでしょうけど、そもそも営業マンの人とかはね、そもそも入れないでしょうけど、なんかニンニク入れるとこうパワーがつくような感じがしてね、いいっすよね。はい、ということで今日はフリーマン時足四国チャンネルは、松山に上陸したホタテ豚骨ラーメンにやっと行けることができました。よかったです。パチ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 、ということでね、本日の噛んだということでね、今日も皆さんグッドボタンをよろしくお願いします。いつもグッドボタンを押してくれてる方ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。では皆さん、次の動画でお会いしましょう。元気で健康で明るく過ごしましょうね。じゃあね、バイバーイ。